この世界は狂ってる。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望と共に寄り添ってゆくネガティモンチャンネルようこそということでね、また始まっちゃいましたね。そうね、本日もね、この冷え冷えとした世界の果てからお送りするね、絶対零度のね、冷え切った、そう、薄汚い世界の果ての一角からお送りするこのネガティブマンチャンネル、司会は私ネガティブマンでございますね。世界を滅ぼしましょうということでね、今日は諸悪の根源は労働こそ諸悪の根源である、第21弾ね。そう、毎回言いますけれども、そう、この労働反対シリーズね、絶対労働反対ですけど、労働反対シリーズは余裕ですよね。毎日だって動画を上げられます。まあ、それぐらいね、憎しみが湧き上がってきますね。そう、なぜ我々は労働しないといけないのか。労働こそね、人生を暗くジメジメとしたね、嫌なものにする諸悪の根源です。まあそれぐらいはね、一発の大人なら ね理解できると思います。理解できてない人たちはね、洗脳されているか、ね、実家が太いかの二択しかないと思います。そう、今日もお送りいたしましょう。そうですね、なぜ労働が諸悪の根源なのかっていうことですよね。まずね、労働をするっていうことはどういうことかね。間違いなくこの薄汚いね、なんかあれですよね、薄汚い資本家だったりね、僕の大嫌いなね、中小企業のね、なんか小太りの親父たちだったりババアだったりっていうものを利するんですね。奴らに得をさせるわけですよ、ね、上級国民もそうですけれども、ね、我々が奴隷労働をするということは奴らの利益なわけですよね。利益もう絶対許しちゃいけませんよね。そうだもんでね、労働はもうね、なんていうんでしょうね、脱税だったり殺人だったり詐欺だったり、ね、レイプだったり、もうそういう犯罪のこう一枚上を行くね、最悪なことなんですね、労働っていうのはね。もう絶対してはいけません。労働は反対です。絶対反対ということでね。そう、またそのね、薄汚い上級国民だったり資本家だったりね、中小企業の親父やババアとかね、薄気味悪い連中の金持ちのね、その娘息子というね、なんとも言えない、なんて言うんでしょうね、まあ強いて言えば親ガチャ成功民たちを生きがらせるという意味合いにおいて、こう世界をね、なんかもうやる気のない、こうジメッとした暗い世界にしてしまうんですよね。なんて言うんでしょう、非常にふざけたね、こう不公平極まりない世界にしていくわけですよね。もうそういう側面から見てもね、この労働の奴隷労働というものはね、直ちにそう廃止しなければいけない。そう、
あと不公平っていう話題が今出ましたね。不公平なんですよ。ね。何が不公平か。結局ね、なんて言うんでしょうね。インフラに関わるようなね、建築だったり、土木だったり、まあね、各種施設設備を整えるたりね、まあ鉄道もそうだし、ね、郵便みたいな事業もそうですし、介護だったりもそうですけれど、そういうね、こうきつく危険で、ね、きついみたいなね、そういう職業の人たち、そういう労働の人たちは今のね、2倍じゃなくて3倍のお賃金をもらわないといけないですよね。本当にね。世の中が狂っていない、そう、冒頭申し上げましたけど、この世界は狂ってるんですよ、すでに。そう。ね。100年前、200年前、300年前、400年前の方がよっぽど人間らしくてね、よっぽどまともなんじゃないのかな。そう感じます。ね。そう。だから彼らのね、そういうインフラに関わる人たち、ね。そう。ね、通信もそうでしょうけれどもね。そう。そういう人たちのお賃金がね、まあ、IT土方もそうですけれどもね。そういう人たちのお賃金が今の3倍、4倍になって初めて正常なんですね。そして、なんて言うんでしょう。今、ホワイトカラーと言われているような、こう、意味不明なね、なんか、事務なのか、なんて言うんでしょうね。営業なのか知りませんけれどもね。そういうホワイトカラーね。快適なオフィスでカタカタやってるようなね、そういう連中はね、生活保護に毛が生えた、少し色をつけたようなね、18万円ぐらいのね、定額制にするべきですね。18万円ぐらいでいいです。18万円前後でいいです。なんとなくね。どうでもいいですから。だからそういうね、こう、上積みな、なんていうの、どうでもいいね。危険でも汚くもきつくもない労働はね、低賃金が当たり前じゃないですか。そのバイトに毛が生えたぐらいでいいと思いますよ。いや、むしろバイトの人の方が大変だからね、バイトよりも低賃金でいいと思いますよ。だって汚くも危険でもきつくもないですからね。そうっていうね、そう、まずそこら辺の不公平をね、正してから労働を語るべきだと思うんですよね。そう。もう許しがたいですよね。そうですね。あとは何でしょうね。そう。そう、不公平。そう、あとね。やっぱりね、今日が日曜日だからっていうつもりはないですけれども、結局ね、常にね、我々脅されているんですよ。脅されている。ムカつきますね。今なら。そう。一番ムカつくポイントかもしれませんよね。一番ムカつくポイントかもしれません。そう。脅されているわけですよね。労働が嫌だからこそ日常の恐怖というものがあるわけですよね。生活していくのがしんどいなとか、なんて言うんでしょうね。希望が持てないなとか、なんて言うんでしょうね。恐怖ですよね。人間関係の不安だったり、ね。なんて言うんでしょう。それこそ少子化の問題だったりね。結婚の問題もありますけれどもね。なんか、ありとあらゆる恐怖の源泉は何なのか。これ、なんかこう、労働を続けていけるのかみたいなね。また、労働があるのか。どんなことをしても労働が中心になっていくわけですよね。奴隷労働がどうしても中心になっていく。
ということはつまり我々は常に労働に脅かされてるわけですよね。こうなんて言うんでしょう、ナイフをすで常にねこう突きつけられてるわけですよね、喉元にね、喉元に。もうそれがふざけてるじゃないですか。もうね、そう、懸命な視聴者や世界を滅ぼそうとするね、これをご覧の2億人の方なら分かっていただけると思いますけれども、なんで脅されないといけないんですかね。労働ごときにね、そう、エジプトのねピラミッドの奴隷たちはね、好きな時に休めたし、ビールとパンがねちゃんと休憩時間飲みながらやれるっていうのはそれは素晴らしいですね。自由があるね、嫌なら行かなくていい、いいですね。そう、半分ボランティアみたいなね、そういう緩い感じが一番いいですよね。そう、あと週に2日ぐらいしか働かないぐらいでいい、それが一番いいですよ。なんで脅されるんですか。なぜそうね、そう、少子化、そもそも少子化ってね、産めよ増やせよみたいなね、とんでもないですよ。産んで増やして、じゃあ一体どうするんですかって、常にね、労働人口が足りないみたいなね、そういう薄汚い欲望とすり替えられるわけですよね、話題としてね。労働人口が足りなくなるから移民を入れようみたいなね、そう、少子化はだから問題なんだみたいなね、国の発展を妨げるからみたいなね、すり替えですよね。そう、人間としての根本的な幸福っていうものを全く無視するわけですよね。もう常に奴隷の補充が必要だって言ってるわけですね。奴隷の補充が必要だって言ってるわけですね。ね、文句も言わずに低賃金で働く奴隷が必要だって言うわけですよ、この国は。というよりも、もうヨーロッパも欧米もそうですけどね、同じですよ。ね、人間の本当のね、本当の意味においてのこの楽しさだったり、ね、余裕ある生活だったり、人類全体で考えればね、そう、早期にね、AI だったり、ロボットだったりでね、もう、代替できるところは代替してしまおうみたいなね、そういう発想にいかないわけですよね。常に労働奴隷が必要だ。ね、100万歩、1億万歩譲ってですよ。まあ必要だったとしてですよ。じゃあやっぱりお賃金をね、お賃金をこうね、たっぷりそういうね、あれですよ、大変な仕事なら仕事に応じてね、いや仕事じゃない、大変な労働なら大変な労働に応じて、あれじゃないですか、あげるべきでしょ。なんか小太りの薄汚い、またはね、なんか意地の悪いババアだったり、そういうね、薄汚い上級国民だったり経営者だったりのね、こう、いい車だったり、いい食事だったり、ね、いい旅行だったりとかね、そのまた薄汚い、ね、精子と卵子がの薄汚い結合で生まれた、ね、親ガチャ性公民のね、生きがったね、ガキどもを生きがらせるためにね、なんかこう、我々が奴隷労働しているなんて、もうバカバカしいにも程があるわけですよ。やっぱりこんなね、みんなで余裕ある生活で、こう幸せだみたいなね、楽しい、気持ちの良い人生を歩もうよという、そういう意識がね、足らないっていうかね、そういう世の中にしていかないと、ね、逆説的に少子化も全くね、改善しないし、そういう社会にしていけば少子化なんてあっという間にね、解消しますよ。奴隷、そう、ね、かなり前の動画でも私言いましたけど、少子、ね、
あれですよね、少子化の原因はね、なんで労働のこと言わないんでしょうね。労働がきついからに決まってるじゃないですか、ね、奴隷労働が全てのね原因ですよ、少子化のね。ね、人間はね、奴隷労働するために生まれてきてるようなもんなんですよ、今の時代はね、特にね。だから少子化なの当たり前だし、反出生主義も正しいのも当たり前なんですよね。だって全く楽しくないわけですからね、余裕がないわけですからね。そして常にね、あれですよ、休みの日、まあ今日日曜だから言うわけじゃないですけど、休みの日にもね、常にこう労働っていうのが頭にね浮かんで、そしてもうなんかもうね、嫌な気分でね、昔だったらサザエさんを見たりね、ちびまる子ちゃんを見たりとかね、嫌な気分でね、そう、そして起きてもまた嫌な気分で始まるんですよ。ああ奴隷労働が始まるのかってね、そう、で奴隷労働が1週間始まるとまたね、常に脅されてるわけですよ。脅されてるから睡眠時間を多く取らなきゃいけないなとかね、またはこう睡眠障害的なことが起きたらこう焦ってね、早く寝なきゃみたいなね、バカバカしいですよね。奴隷労働がなければですよ、そう、昼まで寝ていてもいいしね、そう、もっとゆるい労働になればね、ちょっと夜更かしが過ぎてこうね、もう昼過ぎからの出社でいいですかみたいな、いいですよみたいなね、そういう優しい世界になるとね、すごくいいじゃないですかね。そしたらもう睡眠障害なんてなくなりますよ。そして労働時間がギュッと短くなればね、1日3時間4時間ぐらいになればね、あれじゃないですか、眠れない人でもまあね、労働場に行って3、4時間労働してね、今日ね眠たいながらもやってですよ、で帰ってくればいいじゃないですか。そしてゆったりとね、いやー昨日眠れなかったから今日はねパターン9だなーみたいなね、そう、こうパクッとね気絶するように眠れるわけじゃないですか。それが8時間とか10時間とか12時間だとね、地獄ですよね。そう、効率も悪いですしね、健康にも良くない。そう、そもそも健康に良くないんですよね。前述したようにですね、そう、睡眠だけじゃないんですよね、いろんなストレスからいろいろなね病気にかかりやすくなるわけですよ。これがものすごく余裕があるのならばね、そう、中盤申し上げた通りにね、もうクソどうでもいいね、危険でも汚くもきつくもないね、労働してる連中だったりとか、僕の大嫌いな中小企業のね経営者だったり幹部たちはね、ジムとかに通うわけですよ、ね、本当の労働者ならジムに通うようなね気力も体力もないんですよ、ね、そんなあいつらがそんなことができるのは楽をしてるからなんですね。楽をしてるから余裕で体がなまったなみたいな話になるわけですよね。じゃあ我々ね、そうね、労働反対者のね、結局労働が2、3時間または3、4時間週に2日か3日ぐらいになればね、いや体がちょっとね、やっぱりちょっと太ってきたからとかね、怠けているからとかね、そう、ジムに通おうとかね、そう、いやちょっとスポーツをやろう、ね、テニスをやろう、サッカーをやろう、野球をやろうみたいなね、ちょっとしたアクティビティに挑戦しようとかね、そういう、 こう人生の楽しさが膨らんでいくわけですよね。そう、それが大切だって言ってるわけですよ。それがまた人生の喜びだって言ってるわけですよね。ゆえに、そう、それが本気でね、人類全体がそれをやろうと思ったらできると僕、私思いますね。もう、そういう段階に来てると思います。ということでね、今日はね、もう
ね、労働奴隷のことについて、労働反対のことについて話し出すとね、三日三晩でも喋れる自信がたっぷりありますけれど、とにかくね、そう、皆さん労働に対する憎しみを忘れないでください。忘れてしまうと、ね、たっぷり病気になるようなストレスを真に受けたりとかね、洗脳されてワーカーホリックになって暁には知らず知らずのうちにね、飲み過ぎだったり食べ過ぎだったり、または変な犯罪に走ってみたりね、そう、それから逃れるために変な副業に手を出したり投資に手を出したりね、詐欺にあったりして、ますます人生がね、転げ落ちてしまいますからね。そう、労働をしっかりと憎んでいこう。憎む心があるのならばね、正気を保てますんでね、というね、まあ今日はこの辺にしときましょう。そうね、薄汚い上級国民や薄汚いね、金持ち、またはね、ろくでもない経営者たちにの利益になるのでダメ。また労働は不公平で、ね、きつい汚い危険、インフラ、人間の命に関わるような人たちこそ、ね、お賃金を3倍、4倍にが当たり前。そう、それ以外のね、ホワイトカラーの連中こそね、そう、なんて言うんでしょう、そう、生活保護に毛が生えたぐらいの お賃金、18万円定額でいいです。バイトより安くていいです。そして、そう、常にね、労働に落とされているのでね、もっと短く、ね、もっと小さくしていきませんかっていうね、労働に落とされるな人生がね、楽しいわけないんですから。ということで、またね、お会いいたしましょう。ね、明日にも今日にもね、とんでもない災害が起きてね、世界の半分が灰になりますように。ネガティブマンね。